おう、いらっしゃい。うん。うわ、送ってくれたらよかったのに。そう言ったけどお母さん持ってけってうるさいから。相変わらずだな。うん、でも3人の時の方があれこれ構ってうるさかったかも。父さんが単身赴任してからはあんまし構ってこなくなった。そっか。ちょっと早いけど昼飯にするか。うん、どっか食べに行く？いや、せっかくだから作ってやるよ、味噌煮込み。味噌煮込み？お前はしょっちゅう食ってるかもしれんが、俺は久しぶりなの。よし。できたぞ。どうしたの？急にピンチヒッターで小笠原諸島行くことになった。今から？帰りが10日後ぐらいになるから、シュン、あと任せた。せっかく息子が来てんだから断ればいいのに。そういうわけにはいかないよ。よし、戸締まり頼んだぞ。うん、いってらっしゃい。はい。もしもし、お母さん？うん、急な仕事だって。 2,3 日したら帰るかも。うん、わかった。はーい。ブレスレットなんでつけてくれないの？私渚に似合うと思ってプレゼントしたのに。あのさ、人の気持ち少しは考えなよ。クールぶって格好つけんのもいい加減にして。あ、すいません、ごめん、これ預かってて。え？いらっしゃい。あ、お帰り。ただいま。どう？似合ってる？うん、似合ってるけど。え？お前、今日地下のスーツ買いに行ったんじゃないのかよ。それがさ、いくつかお店見たんだけど、どれも気に入らないっていうのよ、このおしゃれさんは。だってどれも黒かグレーでパッとしないし。スーツだからしょうがないでしょう。
そんなに個性出したいならいっそ着物でも着てったら。え、大学の入学式って着物着てってもいいの。別にいいんじゃない。ああ、だったらママの晴れ着着ていきなさいよ。晴れ着って、あの成人式の時着たやつ。うん、写真見せたことあるでしょ。あのスパンコールの。はあ、あんな派手なの着てたら笑われるでしょ。てか意味わかんないし。はあ、だってチカが個性的なのがいいって言うから。ママと私は趣味が違うの。自分で何とかするからほっといて。はいはい、そうしてくださいな。パパ、ん、渚ってもう海。ああ、渚は朝から海じゃないかな。渚のでしょ。え、もしかして盗んだ。ねえ、そうなの。いや、それは。渚にボーダー預けられて、どこにも行けず同じ海岸でずっと待ってたんだって。いじらしい。まるで忠犬ハチ公ね。あ、これありがとうございました。あ、さっきはごめんね。名古屋から来たんですって。こっちに知り合いでも。単身赴任の父が駅前のマンションに住んでます。あー、なら大丈夫か。この子から海に落ちた時に鍵と財布なくしたって聞いたから、さすがに探せないしね。お父さんにはもう連絡したの。いや、それが。それなんだけど、しゅんくんのお父さん急な出張で戻ってくるのが10日くらい先なんだって。でしょ。はい。あらら、だから今日うちに泊めてあげてもいい。うん、ママはいいけど、ゆうちゃんどうする。え、まあいいけど、一応言っとくけど、チカは中学時代空手やってたからね。そうなんですか。大丈夫よ、ゆうちゃんみたいに呼ばれなんかしないって。おい、俺呼ばれなんかしてないでしょ。忘れたの。え、私の家に初めて泊まった時、布団の中もぞもぞ入ってきたよね。3回目の時であって。ちょっといい加減にして。しゅんくん引いてるじゃん。ごめんね。いえ。美咲さん、ボード盗まれた。あ。あずさママ特製おでん、美味しいでしょ。はい。特製ってスーパーで買ってきたやつ温めただけじゃん。あら、スーパーのおでんのどこがいけないの。いけないなんて言ってないけど、意味わかんない。しゅんくんは高校2年生。はい、4月から3年です。うん、じゃあなぎさくんと一緒ね。ちかさんは。私は1個上、4月から大学生。東京の大学なの。東京デビュー。やめてよ、東京って言っても八王子なんだから。
八王子だって東京都でしょ、ここより都会でしょ。なんでここと比べんの、意味わかんない。出た、なんかあるとすぐ意味わかんない。塚さんと渚くん同じ高校ですか。うん、私はすぐ近くにある県立で、渚はもうちょい離れたとこにある私立。へえ。渚は実家が東京で半年前にこっちに転校してきたの。あら、そういえば渚くんはどうしてこっちに転校してきたんだっけ。サーフィンやりたいから。ごちそうさまでした。優作さん先行ってる。ああ、その行く早いね。あまり力を入れて縫いすぎると、せっかくできた粒が潰れてグリップが弱くなるから、程よい力でな。暗いから海に落っこちないでね。そんな間抜けなことしねえよ。じゃ。じゃ。別に悪気ないから。この近くに住んでるんですか。渚は江ノ島にある旅館に住み込みバイトしてる。江ノ島。うちの屋上からも見えるよ。俊くん。はい。渚からボード預かった時、女と揉めてたって言ってたけど、その女って派手めな感じだった。はい。そっか、マツコと揉めてたんだ。へえ。今夜もう一晩家に泊めてあげてもいい？明日にならないと鍵受け取れないみたいで。はい、ママいいって。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あこ、ちかさん。遅くなってすみません。しゅんくん、この子高校の後輩の平原あこです。井川俊です。美味しそう。頼む？はい。すみません、モーニングの B セットもう一つお願いします。はい、アイスミルクで。かしこまりました。俊くんごめん、私ちょっと行かなきゃならないとこあるから、アコと適当に時間潰してて。え？あ、
飽きたら家帰っていいから。まあ雑な扱い。じゃあアカウントよろしく。しゅんくん、こっちには何しに来たの？特に何ってわけじゃなく、単身赴任中の父親が暇なら遊びに来いって言うから。そうなんだ。そのカメラ。ん？え？大丈夫大丈夫、フィルム入ってないから。なぎさくん。はい。ちょ、呼んできて。なぎさ、なぎさ。だから呼び捨てすんなって。どうしたの？え？ああ、ママがしゅんくんにタコせん食べさせたいからって江ノ島に買いに来て、ついでに寄っただけ。あいつまだいんの？今夜もう一晩泊まって、明日帰る。何？ううん、何でもない。今夜ご飯食べに来るでしょ？多分。分かった。じゃあ行くね。またね。はい。じゃあ清掃戻ります。うん。渚怖え。これ写真撮るために持ち歩いてるわけじゃないの。じゃあ何のため？何のため？持ってると自信がつくとか。あ、いや、なんとなくそうかなと。そうなの。私、自分は何の取り柄もない無個性な人間だから、何とかしなきゃって思って、それでとりあえずカメラ持ち歩いてるの。そしたらなんか堂々とできるっていうか。アコさん、十分個性的だと思うけど。え、そうかな。うん。でも、なんか自分変えようって行動に移すのはすごいと思う。僕なんか、いつも思うだけで何もしないから。私、猫の餌買うの頼まれてたんだった。え、しゅんくん、ごめん。ちょっと。てか、なんでしゅんくんに買ってきたのにパパとママが食べてんの？意味わかんない。ごめん。食べる？
ありがとう。食べる？いや、いい。あ、鍵は大丈夫？あ、はい。今日だけ止めてもらえれば大丈夫です。明日朝一で不動産屋でスペアキー受け取れることになったので。しゅんくんもさ、せっかくこっち来たなら一度くらいサーフィンやって帰ればいいのに。あ、そうだよ。やってきなよ。なにさ。いや、また今度来た時にぜひ。あ、そう？じゃあ俺借ります。うん。気をつけてな。はい。今から名古屋に帰んの？うん。その前にちょっと付き合えよ。初めてだし、やっぱりやめとく。大丈夫。行くぞ。そろそろ帰らないと波に乗れるようになるまでいる。ギガン。